はいじゃあツイッターでもう一個質問が来てましたんでお金をかけないで美肌になる方法ということだったですねこれは何で私に聞くのかわからないんですけどもまあそういう話したことありますよねこれはパターンとそれからもう昔から言われてる方法なんですよねでもそれをしないからまあ肌は荒れていったりとか 美肌っっててものがな、ね、なくなっていくといいいととうことらしいんですよでもまあ半分は遺伝なんで持って生まれたものがあると思いますでも大抵の方はそんなにひどい状態にはないんで生活習慣を変えることによってその遺伝っていうのを克服して後天的に美肌を手に入れることができるんですよね美容整形っていうのはその典型なんですよ科学の力で遺伝を超えていくっていう、まあ、そういったコンセプトですから。 で、えーと、ヒアルロン酸を打ったりとかボトックス仲裁をしたりとかっていうのは結構お金がかかるじゃないですかで通うために時間も必要になってくるんで、まあ、これはねえ本当に無料のやややつを散々やってあげくプラスアルファでるこの美容整形に通う方って基本的にはね無料でできることを全部やった人がさらに通ってくるんでかなりモチベーション高いんですよ。 まあ当たり前ですよね。お金かけてまでやろうとしてるわけですから肌に対するそのモチベーションのってのは高いと思うんですよ。高いってことはセルフケアもかなりしてるっていうことだと思いますんでまあまああのー、無料でできること普段できることは全部やってるかなってことなんですよ。で今回は、えっと、お金をかけないで美肌になる方法ってことなんでこれも昔からのパターンなんですけどもあのお金がかからないケアねとりあえず紫外線に当たる時間を減らすことなんで外出時に、まあ、帽子をかぶったりとかねあの なんですかね、日焼け止めクリームを塗ったりとかっていうのは、まあ、当然あると思います、まあ、この辺はなかなか習慣化するまでは面倒くさくてやらなかったりとかしてあとねあの日焼け止めって結構肌に粘着するんでちゃんと化粧水などでこう落としていくっていうんですか美容理由みたいなやつを落としていくってところが必要なんですけどあれつけっぱなしだと今度ね別の意味で肌が荒れてしまうらしいんで、えー、きちんと取った方がいいかなってところなんですよだからついついね忘れてちょっとあれで昼寝したりとかするんですよね なんかその、昼寝も良くないらしいですあれつけたまんま気をつけた方がいいらしいですよねまあ私実際体験してないんでらしいとしか言えないんですけどもあの知識と情報量で言うならこういうことなんですよあとはまあ睡眠ですか睡眠すると何がいいかっていうと成長ホルモンがやっぱり促進されるんですよね。特にあの22時から26時の間っていうのは成長ホルモンが最も出る時間帯であのそのほかの時間帯っていうのはせっかく寝てもねほとんど出ないんで極端にこの成長ホルモンをあの 脳下垂体から出そうと思うと22時か二26時の睡眠は短くても取った方がいいらしいんですよね、うん、なんかすごいことだから調べた人がいるもんですよね昔からねどの時間帯に寝るのが一番いいかみたいなねであと肌がリメイクされる時間っていうのもその時間なんで、うん、やっぱり日中に日中はダメージをねやっぱり受けてしまうらしいんであのリメイクですよね 再構築される時間っていうのが一日のうちに本当の22時から26時って限られた時間4時間しかないんでこの4時間は毎日逃さないようにした方がいいと2日で8時間3日で12時間になりますんでね圧倒的な差がついてしまうってことなんでまあ早寝早起きって昔から言いますけどもまあそうなのかなっていうところですよねまあ,あの夜更かしして肌の状態が良くなることはまあないと思いますんでそれからまあ当然ですけども化粧品とかねやっぱこう使ってる方はしっかり落としてっていうこともありますんでこういうところは結構ね あと付け加えるならタンパク質が不足すると肌が痛むんでうんやっぱりこう炭水化物を取る代わりにタンパク質を取っていくみたいなね、まあ、最近はプロテインでも美味しいバーとかありますんでそういうのを食べてみるとかタンパク質の多いようなささみ肉をね多くとってみるとか鶏肉とかいいみたいですね。うんまあ、牛肉豚肉豚も タンパク質豚肉とか特に含まれてるんですけども特に鶏肉がいいらしいんで、まあ、どうせ食べるんだったらあの高級な和牛よりも <laughs> 安いね焼き鳥とかあの、まあ、フライドチキンとかああいうのがいいんじゃないかなと思いますまあおしいですしね、うん、であの引きこもりの方っていうのは結構肌が綺麗らしいですよ <laughs> 日光に当たらないしよく眠るしでなんかフライドチキンよく食べるしみたいなね <laughs> この辺はちょっと偏見も入ってるんですけどもまあでも本当にそうなんじゃないかなと。 思ったりしますね実際引きこもりの方にあんまり会うことがないんで <laughs> というのが私も引きこもってるの本ですからね <laughs> あんまり人に会わないんであの簡単なる想像かもしれませんけども私に質問するとすると答えが返ってくるのはいつも同じでこれです <laughs> ですので私よりももっともっとねあの専門家の方とかねあ,のあれですよ 高須クリニックの高須ミキヤさんとかに聞いたらいいんじゃないですか YouTube もやってますんでお金をかけないで美肌になる方法とか多分答えてくれてると思うんでそちらの方で改めて改めて見てくださいそして私と意見が同じだったらコメント欄に「すごい」って書いてくださいねじゃあいってらっしゃい